お疲れちゃんです。ラットです。というわけで、今回もね、クラッシュライダーやっていくんですけど、今日はね、これ使っていこうかなと思います。方針ミラーデッキですね。で、多分このデッキ昨日も出したと思うんですけど、マジで2日連続同じデッキ上げるなんて、マジで僕1年に1、2回ある程度なんで、マジで今日はあれですね、本当奇跡の日ですね。たまたまですけど。はい。というわけで、今日使っていくんですけど、まあ、このデッキ、ちょっとね、奉仕いつも言ってて、奉仕がまあ大事なのかみたいな なってると思うんですけど、結構ね、ミニペッカが、個人的にすごい重要カードだなと思ってます。てか最近ミニペッカの評価が上がってますね。なんかいろんなデッキに入ってきてますね。ラバー、ゴレ、ジャイとか、ホグとか、まあなんかいろいろ、はい、入ってるんですけど、まあそれぐらいちょっとね、万能なカードになってきてますねっていうので、こうミニペッカをね、使いこなせれば、もっと、ちょっと幅が広がると言いますか、ミニペッカー強いんですけど、やっぱこう、十分、こう、100% の、こう、パフォーマンスがミニペッカーができてるかって言われたときに、こうやっぱね、100% こう、ミニペッカーを活かせれてる人は結構少ないと思うんですよね。てか、まあ知らないと思うんですよね。なんかミニペッカーでの、こう、知識的なのをね。ちょっと、今回は、僕のね、大好きなホーシーちゃんは置いといて、シャーナシミニペッカにね、フォーカス当ててやっていこうかなと思います。で、まあ、ミニペッカーは単純にあれっすね、アイスイーツとかエレキ、マスケ、まあ、マジアチあたりの遠距離系ワン、出た、クロスだ。遠距離系をワンパンできるっていうのが、まあ、このカードの、まあ、メインとなる強みかなと思いますね。これ好きかな。ウェイ。はいはいはい。で、まあ今みたいな感じで、まあ、強みなんですけど、ミニペッカの、こう、まあもう一つとか、まあ何個も強みあるんですけど、まあ使い方としては、こう、防衛で基本的にやっぱ使うと思うんですけど、防衛で使ったミニペッカって、基本的に HP ちょっと残ってるんですよね。ずれてる。もしもし。HP がちょっと残ってるんで、だからこそ、そのミニペッカが単体で、相手陣地に行ってしまうのって結構もったいないんですよね。なんで、こう、お優秀かお前は。ミニペッカーを俺は褒めているのに俺も褒めてほしいからっていう感じ。あはん、お前まだまだだったな。ふうふうふう。というわけで、ミリ残りのミニペッカーにディガー来るだけで、正直たまたまコモンユニットとかいなかった時に辛いと思うんですよね。だから結構辛いんですよね。なんでよいしょ、こうミニペックが残った時にアイゴルつけたり、まあ、ディガーつけたりするっていうのは結構ね、やってない方はぜひ、やることをおすすめします。まあ相手がたまたま、相手にこう小物ユニットは今小物、まあ例えば縦の選手いるなとかって分かってるならば、まあつけなくても全然いいんですけど、なんか全然分かんなかったり、いないなって思ったらこうつけるだけで、それだけで本当タワー半壊レベルまで行くとかも全然あるんでね。これやばい。これミニペッカいらないっすね。今回の試合ミニペッカは、あれっすね。たまたま出番ないっすね。本当に。今回は出番ないっすね。ミニペッカ出すと回転が遅くなっちゃうんで、あ、これたまたま。よいしょ。ミニペッカ出さないとか言ったんすけど、とりあえず出しますね。うん、相手、エイム、あれっすね。ガバガバっすね。ちょっと。あ、ミニペッカ。お前活躍していく!うえい!来た!で、このミニペッカのダメージが入らなかった場合、このデッキって結構削れるカードがないんで、こう、なんて言うんですかね、こう結構接戦になりやすいんですよね。なんですけど、こう、ミニペッカが一発こうパッて入るだけで、こう言ったらダメージなんぼだこいつ、結構高いですよね。600っすから約600ありますから、もうそれ入るだけでその試合がね、意義に楽にもなりますし、多分ペースもつかめると思うんで、このミニペッカーをこうしっかり一発決めていく、決めさせる動きっていうのはね、ちょっとできればいいかなと思います。まあそれだけじゃなくね、結構相手のこう陸系ですかね、がないって思った時に、まあそこはまずむずいんですけどね。そこがむずいんですけど、そういえば今縦の選手咲いたなとか思ったら、始めプイって飛ばすだけで、それだけでもね、相手は過剰に防衛しないといけないとかもあるんで、なんかミニペック、例えば相手がラバっすね。ラバデッキとかこのデッキ使ってただったら、言ったらなえるじゃないですか。なえるんですけど、別に勝てないこともそれはもちろんなくて、もちろん奉仕ミラー、したら守れるのは守れるんですけど、でも攻めれなくないってなっちゃうんですけど、そこをですね、あ、ちょっとこれ早いかも。
ミニピッカをこう攻めで生かすことによって、なんていうんですかね、やっぱこうラバデッキってやっぱ陸受けが薄いのが弱点っていう部分があるんでね。よいしょよいしょ、あ、こういうとこですね。ここでコスト、ミニペッカにコスト使わせといて、そしたら逆サイが取るみたいな。これラバデッキだとしても一緒なんですけど、ミニペッカにコストを使わせることによって、空のね、相手の攻めが完成せずに楽に守れるみたいな感じで、こうミニペッカでダメージがサイ入らなくても、相手にコスト、陸受けがあればまあトントンなんですけど、コスト使うのは。もしなかった場合にメガゴと、雪玉とか、今みたいなファイボと縦の戦士みたいな。ファイブと、まあ、ナイトとかなんか使ってくれるんで、その時にエリアードを回収できるんですよね。なんで、とりあえず今縦の戦士咲いたばっかなんで、コストないよねみたいな感じですね、これも。コストないよねっていうか、あれですね。縦の戦士ないんで陸受けないよねっていう感じなんですけど、バリバリある。バリバリありましたね。これしかもザップがちょっと怖いですね。オッケー、左歩け。おい、おい、待って。ナイス、危な。ちょっと今怖いですね。てか、いらなかったかもしれない。あれ危なとか言ってましたけど、いらなかったかもしれない。ちょっと待って、やばい、来たわやつが。え、待って、なんでマジで、なんか、うわすごいわ、ほんと怖いわ、最悪。ちょっと待って、うわ例のやつっすよ、わかります、腹痛っすよ、腹痛。やばい、3日連続ぐらい動画内で来てる、そんなことある、ほんとに。え、びっくりじゃない、だってありえないっすよね、そんなこと普通。わ、ちょっとやばい、うわ待って、たまたまかぶった。いてててててて、ちょ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 、お腹痛いけど爆破も痛えな。で、縦の戦士持ってる時には、まあ、ミニペッカ出さずに行こうかな。あ、ミニペッカ使いましたね。で、次ここでこのね、ここを突破しちゃえば、ウェイ、あ、ザッパーがありますね。ザッパーなんで奉仕結構行きますね。奉仕結構生かしていきたい。あー、やばい、あ、これでもロケットミラーでも勝てるんだな。ちょっと待って。リガロケで終わらすか。よいしょ。よいしょ。ウッドミラー、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 お願い。やめてやめて。俺の方が早いな、これ。うえ、来た、危ねえし、ちょっと待って。痛えし、危ねえし、怖いし。へえへえへえって感じで、ちょっとね、危ないですけど。まあ、何度か勝てましたね。で、ミニペッカのこう、多分ね、皆さんが絶対知らない知識、これはちょっと今日言い方なかったんですけど、ミニペッカで、なんか言われちょっと違ったな。ミニペッカでウォールブレイカーを完封できるっていうのをちょっと伝えたかったですね。まあ、ウォールブレイカー単体2体がこう来たところで、まあ、サワーも殴ってますし、こう、ポイってね、殴れ、処理できるんですけど、ディガープラスウォールブレイカー来た時に、ウォールブレイカー、あれですね。まあ、タワーがディガー殴ってるとして、ミニペッカをこの橋とタワーの間ぐらいかなに出してあげれば、まあ、ハンターとかダクプリもできるんですよね。一緒っすね。いわゆる。近軌道で、近軌道じゃねえ。全然違う。おい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 。普通にこう真ん中っすね。に出してあげるだけで、ディガーオールブレイカーのオールブレイカー2体ね、パーン、パーンってこう、まあ、ディガーのダメージ入るんですけど、オールブレイカーはね、しっかり処理して完封できますね。これね、知っとくだけで結構良くなりますね。まあ、ホグとかも、こう言っちゃえばほぼ構えてないといけない。めっちゃ最速ぐらいだったらギリ間に合いますけど、多分ほぼ無理っすね。理論上無理っていうか 99% 無理なんですけど。ホグとかも構えとけばミニペッカで、完封できます。構えといてホグ来たで出せば完封できますね。まあ、これは多分知ってる人は結構いると思うんですけど、よいしょ。あ。なんで、よいしょ。ちょっと待ってね。これちょっと厄介ですね。遅延スケラは。集中しないと負けちゃいますね。はい、なんで、ミニペッカーは結構構えとくっていうのがすごい大事になってきますね。ウォールブレーカーとかホグライダー相手だった時に構えてないと、逆にこう、普通にミニペ出すときは一発入ったりとかしちゃうんで、ミニペッカー使う上で、すごい構えるっていうのがね、個人的にめっちゃ大事なことだと思ってますね。スケラってきたらラッキーぐらい。はい。で、ここに、ボムター使った。まあ、ボムターなら一発殴んねえか。これ、あれっすね。若干多分、窓取ってるんで、ロケット打ちますね。で、ベビーが回って、まあ、なんかプラススケラ来たら、ウッドスケで、しっかり守りたいですね。ウッドスケ。おい。え、これ、美味しくね？あ、待って。俺のエイムが、頑張ってるかも。はい、ナイス。まあ、ここはなんか相手がミスってますね。
これちょっとベビドラのターゲット、あ、まあでもあぶねあぶねあぶね、はいはいはい、こういう感じに守りましたね。なんでこれミニピック使うときはね、さっきも言ったんですが構えとくっていうのが大事ですね。スケラには正直意味ないんですけど、相手がホグ、ウォールブレイカーだったときは構えとくと、待ってそっち行く、え、ちょっと待って気悪くね、これ大事っすね。ういうい、このねビビドラはねロケットで処理するとね、意外とこうスケラってウッド打っちゃえばそんなダメージ入らないですね実はね。えい、残念でした残念でした、来たというわけで、まあどんなおしゃれな決め方でもいいんですけど、からの、まあ、ウッドミラーで終わるんですよね。危ねえ。危ないですね。まあ、スケラにはね、実はこれ相性いいですね。はい。なんか、ロケット削りしとけば、ウッドで防衛した時の方がダメージ入らないんで、まあ、今何戦したか覚えてないんですけど、コンクロスありましたね。3戦しましたね。はい。というわけで、ちょっとね、マジで、こうミニペッカーの使い方すごい大事かなと思ってます。ミリ残りのミニペをアイゴレつけるだったりディガーつけるっていうのも大事ですし、相手がホグとかウォールブレイカーの時にはしっかり構えておくっていうのがね大事かなと思います。構えておくだけで完封できるんでね、はい、しっかりそこをミニペッカー使う時だけ構えておくっていうね、ちょっと疲れるかもしれないんですけど、それ意識するだけで勝てるようになるかなと思います今よりは。はい、なんで、よければこれ使うときとかミニペ使うときの参考になればよかったかなと思います。ではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。